九機は中国神話に登場する怪物あるいは霊獣の一つ、四郷の一つとされる。中国最古の地理書三海行では西山郷四の巻でハリネズミの毛が生えた牛で三という山に住み犬のような鳴き声を上げ人間を食べるものと説明しているが海外北行では人食いの翼を持った虎で人間を頭から食べると説明している。 ごての一人である小空の不祥の息子の霊が、山に泊まってこの怪物になったとも言う。山海行に倣って書かれた前漢初期の新異行では、前日の海外北行と同様に有欲の虎で、現在では、こちらの姿の方が一般的となっている。人語を理解し、人が喧嘩していると、正しいことを言っている方を食べ、誠実な人がいるとその人の花を食べる。 悪人がいると野獣を捕まえてその者のに送るとしている。善人を害するという伝承がある反面、宮廷で行われた大名の行事に登場する十二、十の中にも、九鬼という名の獣がおり、悪を食い滅ぼす存在として語られている。ワイナンコでは、九鬼は、降爆風を吹き起こすとあり、風神の一種とみなされていた。これに対して、 五感の交友は、旧機は天人である。北方により、道たり、両流に乗り、形が虎に似ている途中をつけている。春秋刺し伝や五感書にも登場する。日本の風の妖怪である構えたちを、旧機と漢字表記して読ませることがあるが、これは、旧機が風人とみなされていたことや、かつての日本の知識人が中国にいるものは日本にもいると考えていたことから、 窮気と構まいたちが同一視されたためにできた熟児訓であると考えられている。ありがとうございます。